どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。 200K People Where TUG Get to King、 王に仕えた20万人の人々ということですかね。で、説明文は作った順番、過去継承略、テルル、アサヒナヌヌス、魔女テルル、復帰から、ひし形、卑怯者テルル、タワト、シトラス、テルル、過去チョロプーの姿って書いてるんですよね。ほぼテルルじゃねえか全く前に出たがりな人ですよ、この人は。そんなに目立ちたいならね、一人で僕がクリアできないような難しいコースを作ってこいよ。だが、そんな難しいコースを作っても俺は絶対に死ねえかんな。何を言ってんだ俺はいや、今回ですね、チャンネル登録者数22万人を記念して6人の方がコラボして作ってくれたトロールコースみたいですね。本当ありがとうございます。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.04%。 そういや、不謹慎なことを言うかもしれないんだけど、最近福岡に台風が来てたんですよ。でも台風ってさ、子供の頃ちょっとワクワクしよった部分がない？何が起こるんだろうみたいな、怖いもの見た。さあ、ガラー、開幕目標だ。22万人って書いてるからさ、ありがとうって言おうと思ったらすぐにこれだよ。じゃあこの音符は何？音符は叩いても罠に引っかかる予感しかしねえな。22万から2万人ふた僕のチャンネル登録者数2人になったってか。クッパ邪魔すんなって。いや、でも隙間からこのドア入れるんじゃない？バシャー、ひどい、ひどすぎでしょ。22万人から2人まで下がっちゃうってさ、なんでこんなことすんの？これ考えたの誰よ？絶対テルルさんでしょ。あいつこんなんばっかり考えるからな。マジで頭どうかしてんじゃないのって思いますけど。はい、どうもこんにちは。いや待て、興奮するな、ピオキング。これも制作者の受注のうちだちょろちゃんと喋るよ。待て、上行っちゃったけど大丈夫？ハサモ出てくんだ。このトロールコース、今はまだこんなんだけど、どうせ後で鬼畜な仕掛けばっかり待ってるんだろうな、この豚野郎が。上で会っちゃったんやん。上に行ってハテナを叩くでしょ。そしてすぐ右下に行けません。何度も同じ手に引っかかると思うな。ここはジャンプするふりをすればいい。そうだろう。そうすると右下が開く。で、音符であって書いてたよね。あれは何なんだろうな。ダイイングメッセージみたいな。じゃあここは左下に行ってバネを取る。で、ここはワンナップか。なんだよテルルさん、そんなところに出て行っても。お前は誰だ。見て見て、今度左に音符ブロックで手って書いてるでしょ。まあ、地のどっちかだと思うんだけど、さっきのとつなげると、あて、あち、これ最後につなげたら何か文字ができるとか、そんな感じなんかな。よいしょよいしょ。違う違う、分かったかもしれん。この手っていうのはテルルさんが作ったところで、さっきのあっていうのは、あなんかいい具合に繋がったな。だからさっきのあっていうのは朝比奈ヌヌスさんの場所なんだ。ってことは作った制作者の場所をちゃんと書いてくれてるんだね。いや、すげえわかりやすくていいじゃん。じゃあここはメットかぶりのパブロックを持ちに行く。そしてすぐ右に行く。いや、合ってんじゃない？で、土俵に入ります。で、次は誰の場所なんだろうな。ここはて、うん、またテルルさんか。多くないかな、テルルさんの場所。まあテルルさんの場所だったら僕簡単に罠を避けることができるんだ。さあ、この記録を取っていいのかい？取って下に行けませんけど。あー、お化けが出たよ、お母さん。だが、しかし、もう中間ポイントは見えてるんだ。待てろジュリエット、このロミオ、いや、マリオがすぐに迎えに行くから。で、ジュリエット、この先はどうすればいい？あの四角の枠を叩いていいのかい？ロミオ、あなたはいつもそれを叩いてやられてるでしょ。だから叩かない方がいいと思いますよ。ジュリエット、なんで正解を教えるんだ怖いかい TUG のみんな、この私が。何もかも罠を回避しまくってるこの私が。いろんな意味でお前が一番怖えよ。もうホラーじゃねえかお前自身が。じゃあこれで中間チャンプか。俺はこれさ、さっきも言ったけど、作ってる人のところをカタカナで書いてくれてるとマジでいいね。その人のコースを遊んでるみたいで楽しいわ。じゃあ今度はふーってことは復帰から再開。ふざけんな。ここはふざけるなさんのコースみたいですね冗談じゃん、ちゃんと名前は呼ばなくちゃいけないね。ふざけるなさん。もう分かったぜ、無機物をかわすとすぐに右上に行っちゃおうか。で、このチョロプーは落ちてくる落ちてくる落ちてくる、叩いちゃおうか。いや、いいのか、あのバネの先越えれんのか。しゃがんで行ってみようかこのチョロプー落ちてこないのかな。すぐに右に行っちゃってみようか。そうすると全然間に合います。で、この砲台は移動してくんのかな。右出せ。砲台に乗るとすぐ左に逃げる。これで土管に入れるということですね。で、次は誰だい。なんて書いてる。ひし形。今日みんなの名前を絶叫しなきゃいけなくなるんじゃない。おかえり。
だけど私ひし形さんのコースはかなりやってきてますからね。ここはスパッと一撃で抜けたいところですね。さあここはクッパクラウンに乗っちゃってんの。なんでクッパクラウンに乗れなかったらどうやって進むというんだ。大将君教えてくれたまえ。ここでしょ。ありがとう林先生。なんかパチモンだったような気するけどドアに入りません。いや、あこの変態仮面が。ならばさっさと上の方から行ってドアに入ると、そういうことみたいですね。で次は誰が作ってんの。まだ教えてくれないのか。じゃあかぶる前に一旦このロープを叩いてみよう。でここで投げる、それが正解だ。あぶねえな。でこの上は、上は行けそうにない。でこの先なんか落ちるのかな。地獄に落ちたね。右に行った瞬間すぐ左に行こうか。これでドッスンが落ちるでしょ。で上に行けばいいのか。はいはい。で手はいいや。もう手見飽きたわ。でここで踏む。で右に、よし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 。こんなにいらねえんだって記録を。いやいや待って待って、最後まで取らせろ。このコースはコラボトロールだからすげえ難しいかなと思ってたんだけど、普通に進みやすくてめちゃめちゃいいコースだね。さあそろそろ中間は、中間があってくれたね。で上に3つブロックがある。これを叩いては無機物出てくると思ったんだけど出てこないの。あれ、これ進む場所なくない。下降りてみようか。下しかないもんな。わかるわけねえだろ。次左を進化したらさ、別の場所に連れて行かれるとかないから、頼む進ませてくれ。よし。で今度は誰が作ったって。てかもう手はいいんだって。手やーしゃ。え、この手は手加減してるってか。言い訳ぐらいは聞いてやってもいいんだよ。ピオキングさんが上手くなりすぎてるろってね。で今度は何が来るんだ。カエルちゃんこっちに来て。カエルちゃん、中間にカエルちゃん。え、上に土管が出てきてない。こっちは何なんだろうな。M キングじゃねえんだよ。なんだよここは。しかもさ、右に赤いブロックで手って書いてるから、これテルルさんが作った死に耐久みたいな、そういう感じなんじゃない。もう弾邪魔だ。グパグパ、もうやったこれよ。で左に赤い透明ブロックがあるじゃん。赤い透明ブロックってなんだ。あの氷ブロックがあるじゃん。この氷ブロック溶けるから後で勝手にやられるみたいな感じだと思うんだけど、それに頼んねえぞ。絶対右まで連れていくからだ。ブンブン、もう騙せた騙。これ右のあいつ敵の名前なんだったっけ。レックス、レックスって誰だよ。溶かす頭で、いややっぱり溶かしてくれるよな。もうそこに入りたくないんだ。頼む、僕は自力でこの死に体験をクリアするんだ。このさ、弾の上からやめろ。死に体救命陣を舐めるなってんだ。出るるよ、あなたはきっとこれクリアしてないだろう。いや絶対クリアしてないと僕は見たね。ここまで来ればね、あとは右に進むだけ。死に体救命陣を舐めるんだ。さあ次は誰だったっけ。左上かな。 T? トーマス。トーマスとかいねえよ。多分タマトさんなんじゃない。でここに寄ってけば大丈夫。でこのバネを持ってここで跳ねれば大丈夫なんだ。いや違うんだって。別にそんなに難しくないだろ。ここ一番端っこに置く。でこの場所からジャンプすれば問題ないんだ。で50個の方やっぱり連れて行かれると思ったよ。でこのバネは持っていく、持っていく以外ないと思いますね。でここに置く。いや置いていいのか。置いて、これジャンプするのが正解みたいな。え、どこ行ってる。左上かですよね。皆さん今やられたことでコースの全体像が見えましたよ。ここで地下ブロックがあるんですよ。この地下ブロックを落とす、そして記録を取って、この無敵状態のまま下に降りればいいと、そういうことなんでねえの。ここにバネがいるって書いてたもんね。でここでバネを投げれば鍵が手に入ると、そういう。あとね、一人出てきてないんですよ。シトラスさんっていう方が。多分次その人のコースなんじゃないかな。やっぱりね、 CI って書いてる。で何このドラムの音は。50コイン取ってもいい。一緒エイジが出てくると思ったけど意外と優しいのね。じゃあこのボム兵をコインの通りに投げちゃっていいのかい。でこれでボム兵どっか行っちゃった。あれ、特に罠というワロはないよな。これで土管に入れませんけど。死とカスキングだね。よく考えたらここピンクコインコースだね。まあピンクコインは特に意味がないんだろうね。さあここで、オンオフが変わりませんけど、もう一回ボム兵出てきてくれ。邪魔だー。
2回目のボム兵も左へ投げる。で魚も避けて、これで土管へ入れると思うんだ。魚落ちてくんなよ。オッケーオッケー。さあ次のコースは誰のコースだい。祝22万人みたいな感じかな。これ上の土管は、上の土管は入れそうになかった。絶対急になんか来るよ。ここだ。誰だお前。せっかくお祝いの言葉を書いてくれてるんだから全部読もうじゃないか。22万人おめでとうみたいな感じかな。さあこれでドアに入れるというわけだ。ゴールはどこだ。上のブロック叩いていいのか。ただの瞬間右で、今なんか書いてなかった。ド M キングみたいな見えたんですけど。ありがとう、ゴールさせてくれるのか。一緒に来ることは分かってんだ。だからすぐ右、ほっほっ、あげられた。何喜んでんだよ。もう終わりにしようじゃないか、DUJ。 もう俺で駆けつけだ。いや6人ものアイデアをよくこんな綺麗にまとめましたね。すげえ楽しいコースでした。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、世界一速い超高速ウルトラ高速ピーチャンコースパート2。このね、世界一速いピーチャンコース以前やったことはあるんだけど、今度はパート2を作ってくれてるみたいですね。いやすげえ好きなんだよなこのシリーズで。説明文にドッスンに体当たりして超加速しよう、楽しんでね。うん、楽しむ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.98%。 これ本当にめちゃくちゃ面白いんだよね。高速 P ちゃんって言ったら早く P スイッチを踏まなきゃいけないって思うじゃん。でもそうじゃなくってマリオ自身を高速に動かしてくるんだよね。さあ行こうか、ドス押してくれ。高速 P ちゃんコースの始まりだよ。これ面白い。さあもう一回、わあ、お前ちゃんと押してよ。なんかちゃんと押してくれない時があるんだよな。今度は押してくれた。あー、こんなに早く動きよったらさ、急にスピンしてくれとか言われてもわかんねえよな。さあここも出すよ、出すかーい。え、今度パン持っちゃったけど、投げて投げて投げていいの。ナイス反射神経、中間無事取れましたよ。で、ピーちゃん、で、もう一回跳ね返って、ピーちゃん、で、もう一回ありよった。飛びすぎるね。ちゃんと B スイッチを踏んで壁キックしていけ。決まってるよマリー、誰よりも今輝いてるね。うん、急にドスがいなくなったら寂しくなるね。で、いるいるいる。やってて、今ちょ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 。誰か代わりにやって。このコースやってるとね、めちゃめちゃ目が痛くなるわけですよ。さあここで中間ゲット、ありがとう。残り一画面頑張りますか。いやこれやり直し聞くんじゃない、多分やり直しは聞かせてくれるよな。ドスいるよね。ベッドもう一個あったけど。さあピーチャーしていきます。ここで一発でいける、夢を見たのさ。いやしかし爽快ですよねこのコース、見てて気持ちいいでしょ。まあ、僕の声は気持ちよくはないと思いますけどね。お前何ピーかぶってんだよ、警察みたいになってんじゃねえ。いける、まだいける、まだいける。ちゃんと下行って、下行って。お前そりゃナイス。ズルしようとしてもダメみたいですね。ちゃんと成功法で行きましょうか。で、ここでピーちゃん、次に変わってお仕置きよ。あんな急にツナが出てきてそれに捕まれはずるいよな、絶対わかんねって。さあこれでゴール、やったいや本当にすごい楽しいコースでした。ぜひおすすめのコースですね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、赤と黒の綺麗な大砲。サムネを見る感じ、ごちゃごちゃしてんな。もうね、サムネの説明をするのがめんどくさいぐらいいろいろ設置してんのよ。まあ見ての通りです、キラーが1体、その上にコンボが1つ、その右にいろんな方向を向いてる大砲が大量に設置してあんのよ。これをどうやってゴールするかっていう感じですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.74%。 ただこのコースで難しいって思うのは、ゴール前にバーが設置されてあったから普通に右に行ってゴールはできないんですよ。それをどうするかっていう話ですね。じゃあまずこのキラーを踏むでしょ。ちょ待て待て、バタンカー埋めましょう。さつい高すぎだってこのコース、しかも太陽もいるじゃん。でもさ、これ地味に隙間があるから結構避けれるとは思うんだけど、このオンオフしなくちゃいけないの。え、してくれた、嘘でしょ。読めたぜこのコース、前の方で耐えとけばいいんだ。そうするとこのコンボがオンオフをしてくれるから、その後簡単にクリアできるっていう感じなんじゃないかな。さあオンオフをしてくれた、この後だよね問題が。時間がないやん。すいません、時間を見ることを忘れてました。なら上に行っちゃってみようか。こっから上に行きの行きの行きの、たまんま見よ。最初のキラー踏みます。で、赤い玉を踏め踏め踏めからだ。これゴールできるんじゃない、ゴールできるんだ、やったー。
や、これは難易度的にはそこまでなかったね。でも楽しいコースでした。ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。